褒めさせるボードゲームネフェイトのやりたいボードゲームを作りました。それがこちら、ブロックス。おお、やったことあります？ないですね。今から読み始めたこれっすね。やればわかるっす。知らないっすね。どのタイミングで挨拶ずっと待ってたのに、緊張して待ってたのに。今しました。ああ、そうなんだ。ネフェイトです。ポッキーです。レイです。ノバマンです。よろしくお願いします。好きなやつを置ける。そういうことっすよね。うん、でもこっから大事なんですよね。例えば角に置いて、で次置けるのが角と角しか合わせないみたいな。あ、そうなんだ。ずっと角ナーバトラージュ。あ、だからこういうことはできないってこと？できないってことです。へえ。で最後まで一番置いて持ってる数が少ない人の勝ち。なるほど。でそれもそこもかぶったら勝つだよね。ああ、なるほど。難しいかも。いや、もうでもルールそれだけ。最初重要でしょ。最初はもう全員置いてもらえるんじゃない？ああ、ここはもう関係ないとだから。なるほど。ちょっと待って、こういうのじゃない。うわー、分かってないよその。分かってないんかい。分かってないんだ。やば、えぐい。だってみんなそれでいくもんね。逆にね。逆にね。これめっちゃ使えそうだけどな。いや、まあ便利ではある。絶対。いや、俺勝ちに行くんだよ。これで。ああ。じゃあ、はい、狙い先行で。はい、お願いします。最初にでっかいやつ攻めた方がいいと思うよな。マリオの M。これいいじゃん。お、ほらマリオの M。W、草生やしとか、これ。緑やしね。確かに。次ポキさんじゃないですか。あ、俺か。いやだから角をどんどん作っていくんですよね。こうでしょ。ああ。なんか良さげに見えないこれ。これでも角多いからいいんじゃないこれは W は。だから、ここの方かな。いや、草生えてきたって、2個行きだって。これにしよう。おお。なるほどね。T も長いぞ、これ。逆 T。逆 T だ。やっぱ、縄張り争いだと思うから。伸びてきた。広げた方がいい。広げたら、多分。確かに、置けなくなっちゃうもんね、自分が。俺、逆の作戦で行ってみよう。あえて。ちょっとあんま広げず。あ、なるほどね。あえてね。これ、こうでも置けるもんね。横に来た。横に。ああ、どうしようかな。俺こうしよう。わかんないのこれ。端っこを攻めていくタイプ。はい。じゃあこっちかな。おお。いや。戦い始まる？いやでも俺ね、行かない方がいいと思うんだよね。いやでもそれ以上こっちに来ないでほしいでも。ちょっとずつね、気づかれないように。もう正面対決じゃん。ちょっと来てますよ。喧嘩始まるって。睨み合ってますよ。ガンつけ中。このますか。おお。青のとこ平和。最終的にそこで戦い合ってくれたら俺ここ。最終的に面積でかい。青のとこめっちゃ平和だな。いや割り込みでしょ。うわ。いける？それそれで。あ、いけるか。いける。すげえ。ああ、来た。いやどうしよう。めちゃめちゃカジュアルな囲碁っぽいな。俺もちょっと広げとくか。きた。参戦した僕。ここにね。ああ、で俺も広げるか。おお、来るね。おお。うわ、これ分からんな。おお。迷うなこっか俺。こっちのあれもありますもんね。まあその辺だって。いやこっちもあるよ、もちろん。こっちもあるよ、もちろん。こっちもあるよ。分かっちゃうな。選べます。3個選べるのがありますね。でも俺ネフさんがいい感じにガードしてくれてるんだよ、俺は。攻めに行くか。おお、こっちからこう行くか。あ、でもな、ちょっと長い棒使っちゃったからな、さっき。早めに防いとこう、でも。これ、ここの方がいいんじゃないですか。堅実。やばい、赤が来た。やばい、勢力が。狭くなってきてる。いいぞ。青は別にだってここに無限の大地が広がってるじゃん。確かに。黄色はもうなさすぎる。もうないよ。帰った方がいい。なさすぎない？ああ、そっち来るか。いや、普通に行きたい。ここだ。うわ、めっちゃ綺麗に埋めてきた。なるほどね。嫌なオッケー出してくるな。ここに。おお、深い。緑を牽制していく。仮置き。仮置き。もう一回打ったらアウトよ。いやでも置けそうでは。一回打ったら確定よ。緑と赤同盟じゃないの？これはね。はい、あ、でかい。いい。5マス打ちだ。これはでかい。うわ、そこ。オッケーね。いいとこ入ったね。いいな、いいとこ入った。ここかな。えぐいやつ。すごいな。逆にどこに置ける？俺範囲ないよ。できるだけ広がり。こことか行ったら入れる。そう、そこ行きたい。そこ行こうかなと思って、ちょっと他に選択肢ないから。結構入れる。ここだったらね、青に。2個目るからね。言うてあんまりつまなそうではある。いやー、どうだろう。1マス置いて、この鍵のやつ置いてみたいな。まあまあいろんな無限にこっちに侵入できる。とりあえず赤牽制しとくか。ああ、一旦ね。あ、まあいずれいけるようにね。こっち寄りすぎでしょ。何をこう。これ置けなくなった場合どうなんだよ。パスでしょ。パスじゃない。さにね。ああ、十字。ああ、こっち来るか。ああ、いいの入った。はいはいはい。いや、でも危ないからここを防いでおこう。僕分かった。俺だけむずい。ちょっと。まあここに3マス、ここに1マス置いたらここに。あ、確かに。あ、うまい。それだって2ターン必要。いくらでも手あるこっち。おい1マスきた。仲良くしてたやん、さっきまで。してねえだろ。攻め込んできたやろ。一緒に。それはそう。三陣営来てんね、こっちは。いや、序盤の場所だいぶ引いたな。真ん中。おお、大胆な一手。これかなりいいんじゃない？ぴったり。すげえ。ぴったり入った。すごい綺麗。こんなにちゃんと埋まるもんなんだこのゲーム。俺はね、でもね。冷静にちょっと伸ばしとくわ。あ、可能性を広げとく。ただここマジで平和。誰か言ってほしいから。あ、いたいた。お、いいの入った。いいの入った。なくないか。どうやって。おっと、いや絶対来るやん。進行の準備してます。止めるよ、止めるよ。進行の準備してますよ今。田中さん止めよう。これは止める。どうやって止めれる？でもそれ変になっちゃう。いや、止めたい。なんとかして止めね。いや、こことかっていけな。ああ、でもこれはちょっとまあ、じゃあまあ可能性広げとくか。置けるところなんてないもん。プラス困りだした。絶対困らないわそれ。プラスを置ける場所はマジでここかここしかない。5マス最初に使ってよかった。マジ。これが。あ、ちょっと待ってよ。見ろよ、ちゃんと俺。これの方がいいな。絶対。うわー。うわ。何しようかな。また来たよ。どうしよう。侵入できそう。うん。頑張る。いける。頑張れー。よし。いや、どうしようかな。確かに十字架使っとくか。十字架じゃねえわ。ちょっと早めに使っとこう。これはもう怖えからな。よし。おお。まあでもこうだな。まあそういう感じ。一時間のベンチを広げに行ったな。よし。いや微妙だな。俺が意外と置く場所がないっていうね。待って、俺ないかもしれない。やばいぞ。ダメだ。うん。パスきた、熱い。待って。絶対やる。まだ。早ないパス。1マスじゃない。待ってくれ、1マスで俺もう1マス。話広げよ、1マスで。1マスしかない時の1マスやばない。使ったらもう。あ、あった。危ない。まだ。俺もむずいよ。困ってる。待って。どうしようこれ。これしかないな。意外といいの入った。ぴったし。内政でもするか。ちょっと見てこう。マジか。いいとこあるな。俺本格的にない説あるんよな。ちょっと大問題なんですけど、これ最悪ブロック飲み込んだら使ったことになるよね。これなるよ。覚悟見せてもらおうか。正直どこ行ってももう積んでる感があるから、でもワンチャンありじゃないですか。それでここ通せる？いやないのよ、それが。通せないか。結構それがないのよ。結構余りそうなんよな。うん。この綺麗に使えたらカチカチねとかあるよな。全部。角と角。マジか。最悪だ、これ多分無駄に1マス置くな俺。まあいっか。一旦置くか。置いてから考える。一番ダメなタイプじゃないそれ。いやでも実際埋めらんないくらい？うん。俺ももうね、ここぐらいしかないのよね。いいとこ来たな。これ置くかな。ああ。来とんな。ちょっと困るね。右伝えてから右上でも置いていくか。決めてくんね。いいぞ。自分のターン来てほしくないもんな。意外に角と角って難しいんだね。総当たりで探して見つかるかな。いやマジか。俺パスかもしれん。俺もねないんすよね、正直。パスっすね。これはパスです。パス。じゃあここで置くの早っ。いや誰も気にしないから俺のパス。そんなことない、そんなことない。いやーこれ送りたい。いやーマジちっちゃいの使っていくしかないな。もうでっかいのも無理だ。いや畑高すっちゅうね。もう自分の悪性格きたね。畑高すっすね。じゃあでもちっちゃいのやったらいけるんじゃない？ちっちゃいのいけないんだけど、ちっちゃいの置いたらもったいないからさ。ガバガバで落としてね。そう。まあでもこの辺か。うん、まあその辺も俺触れねえからな。もう自分の畑行くしかない。1。ネフさんに1マスがまだあるな。うん。いやネフさんすごいいい感じ。ただね、この5マスが2つ絶対無理。V と全部自分の陣地だから逆に置けなくなって苦しんでる。そうね。そんなことある？そんなことある。俺もそれ行こうと思ったの最初。じゃあまあここかな。うん、綺麗なところに。ここ空いてんだよな。なんとかこっち。ああ。おっ3マスある。3マスあるじゃん。気づいてしまってるね。3マスあるじゃん。しかもそこぴったり入ると。ここ行ったら困るんじゃない？来た。あるもんだな。あれすごっ。きたー。あーこれはこれやられたなこれ。あこれ終わった。負けたわこれ。ありませんだわ。これネフさんすごくね。うん。ワンチャンもっとおっけねえかな俺。これはねすごいよ。うん。これダメです。私は終わりです。おお。もうくなかった。今そこでしょ。はい。やば。きた。繋がってきた。おお V きた。一生使えないと思った勝利の V サインきた。すげえ。最後1マス。完全勝利。すごい。やるな。センスあるかもしれん。多分先行多分絶対いいやった。絶対いいやった。この前来た時点で相当動きやすかったもん俺。なるほどね。すごっ。でも全部はすごくない？確かにね。1、2、3、4。ああ、まあね。でも後半おもろかったな。後半で結構光る。どんどん。いやおもろい。自分の陣地をこうやって確保しとくよりも、なんかとにかく枝伸ばして可能性広げた方がいいなって。相手の陣地とかね。そうそう。今回はこちらのブロックスをやってきました。いや。おもろいな。結構ハマったもしれん。しかも予想できないからね、あんまりこの角だからさ。だから相手の動きが分かんないから。初め知識なかったのがよかったかも。後半にやっぱ熱さが詰まってるから。そうそう後半にやっぱ初見がおもろいよな。面白かった初見が面白かった。俺はレンに負けたのマジで悔しいけど。あんな押し込まれてたのに。いや今回はポメシトシティでボールゲームやってきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後はご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。バイバイ。